原県は、中国春秋時代の儒学者である、孔子の弟子の一人、孔子の門人で才能があった七十四の一人に、数えられる。老、僧、生の人と伝わる。孔子より、約三十歳から約六歳は解とされる。字は詩死。論語で有名な中国春秋時代の儒学者である、孔子の弟子となり、賞賛を受けたが物静かであったと伝わる。 百4 7 9年に、孔子が没し、その後は、受学者として、第一線を退き、守るに隠居することとなった。孔子の死後、孔子の弟子でありこう、門重明に数えられる志向が、炉で、隠居生活を送る原県を訪ねた、際のことが記されている。原県は、上からは雨森、地面からは、湿気が立ち上るような粗末なあばら屋に住み、座してことを引き、 歌う生活をしていた一方志向は、孔子の門弟の中で最も不愉であり、厳しい衣装をまとい、肥えた立派な馬に引かせた馬車に乗って訪れたが、途中道が狭くて馬車から降り、徒歩でようやく、原県の家までたどり着いた。原県は、家の外に出て、志向を迎えたが、その様は、赤座の杖をつき、粗末な冠に破れたりと一体で立ちであった。志向は、 原県の姿を見て、あなたは、なんと病んでおられることかと探索していった。これに、原県は、財産がないものを、貧しいと言い、学びながら、それを行えないことを病むという。私は貧しくあるが、病んでなどいないと答え、さらに、世間の目を気にして行動し、周囲にへつらうものを友とし、他人に誇るために学問をし、謝礼のために他人に学問を教え、 仁義の心をごまかし、馬車を立派に飾り立てるといった行動は、私にはとてもできないと思考を痛烈に批判した。思考は大いに恥じいり、生涯己の発言を悔やんだと言われる。ありがとうございます。